ファウルはない。藤田、さあ熊本宮崎から裏を狙う。オフサイドはありません。サウルの中には木島、そして長い距離を山本が走ってきている。木島逆サイドに山本がフリーだ。さあシュート放つ熊本、ロアッソ熊本、2対0になりました。山本は嬉しい嬉しい J リーグ初ゴールです。山本翔平、今いいフリーランニングがありましたからね。まあこのパスで、はい、全てでしたね。ああそうですね。そしてウルノが中を見て木島、今度は自分ではなくてもうよく見えてましたね山本が。はい、そのウルノがボールを持っている時に右サイド懸命に今山本が走ってペナルティーエリアに入っていきました。山本としては嬉しい嬉しい J リーグ初ゴールです。26歳の山本翔平、嬉しい嬉しい J リーグ初ゴール。